おかえり。わあ、お菓子だ。わいわい。キラリ、外から帰ってきてから手洗いうがいした？え、してないよ。え、手にはウイルスや細菌がいっぱいだよ。僕の手に いないもん。よし、手にはどれくらいばい菌が潜んでいるか実験で解明しちゃおう。やってみよう。手洗い実験。手の洗い残しチェーン。イエスだ。はい、まずでんぷんのりのようなでんぷんクリームを作るよ。でんぷんクリーム？このでんぷんクリームはね、じゃじゃーん、片栗粉で作るよ。片栗粉にお水小さじ1杯を入れるよ。はい、そしたらスプーンで片栗粉を溶かしていくよ。温めたお湯に片栗粉を加えるよ。混ぜるよ。混ぜ混ぜするよ。混ぜ混ぜ。お湯はね、90度ぐらいの熱々に温めたよ。混ぜ混ぜ。混ぜ混ぜ。わわわ、ドロッとしてきたよ。はい、ねっとりしてきたよ。みゃーん、ネバネバしてきたよ。ね、すごいね。手に濡れるくらいになるまで冷ますよ。はい、次にうがい薬とお水を薄めた液を作るよ。うがい薬大さじ1杯分使うよ。要素が入っているものを用意してね。うがい薬一杯たらん。大さじ1杯。そしたらここにお水 500ml を注ぐよ。500ml。はーい、テラリアリー。はい、完了。はい、でんぷんクリームが冷めました。そしたら手にハンドクリームをつけるようにしてまんべんなく塗り込んでいくよ。では少し湿らせた方がクリームがつきやすいよ。はい。わわわ、スライムみたい。ブルンブルン。はい、塗っていきます。わあ、面白い。みゃー指のシワにもしっかり塗り込むよ。塗り込むよ。はい、クリームを塗りました。ぬるぬるしています。そしたら乾燥するまで乾かしていくよ。わかったよ。十分に乾燥させるのがポイントだよ。はい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 、はい、早く乾かないかな。はい、乾いたよ。そしたらいつも通り手を洗ってみてね。いつも通りか。いつもはお水で5秒くらいしか洗わないな。ゴシ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 。手を洗ったらペーパータオルで拭き取るよ。拭き取るよ。キラリ、片栗粉って何からできてるか知ってる？なんだろう。じゃがいもなどから作られていて、でんぷんが主な成分なんだ。じゃがいもなの？今日の実験はね、でんぷんと要素が入っているうがい薬が出会うと青紫色に変化する要素でんぷん反応を利用するよ。要素でんぷん反応？かっこいい名前だな。このうがい薬を薄めた液に手を入れてみるよ。この手に塗ったでんぷんクリームはこのうがい薬がつくと紫色になるよ。さっきでんぷんクリームをしっかり洗って落としたから手をうがい薬につけても紫色にはならないはずだよね。もし紫色になったらそこはちゃんと洗えてなかったということがわかるね。どうなるかな。やってみよう。手洗い実験。おー、手が入りました。わわわわー、ドゥルーガーン。なんか黒くなってるよ。うわ、茶色い液がどんどん青紫色に変わっていくよ。なんか汚く見える。こんなになっちゃったよ。ゾンビの手みたい。指の先とか爪の間、指の間、親指、手首、
ね、指のシワにもとってもいっぱいあるね。しっかり洗えてないとこんな風に色がつくよ。そうなの。ウイルスや細菌がいっぱい。はびょーん。普段の手洗いだったらね、こんなに洗い残しが多いことがよくわかったね。キラキラリン。なんで手洗いしないといけないんだと思う？汚いから。うんうん。ウイルスや細菌などの病原体が体に入るのを防ぐためだよ。へえ。くしゃみや咳を手で押さえたり、鼻をこすったりするとき手を使うよね。確かに。目には見えなくても手にはウイルスや細菌などがいっぱい。だからね、外から帰ってきて手を洗わないでおやつを食べたりすると、ウイルスや細菌を一緒に食べてしまっているかも。確かに、ウイルスや細菌食べちゃってたかも。口から体の中に入ると病気になったり食中毒を起こしやすくなっちゃうよ。お家の人にもウイルスがうつっちゃうかもよ。大事な家族やお友達にうつったら大変だ。うん、そうだね。家族や友達を守るためでもあるよ。うんうん。だからね、こまめに手洗いすることで手についたウイルスや細菌を体に入る前になくすことができるよ。知らなかったな。よし、じゃあただ手を洗うよりももっともっとウイルスを減らすことができる手洗いのやり方を一緒にやってみよう。みんなでキラキラ星の歌に合わせて手を洗ってみるよ。うん、やるやる。水で手を濡らすよ。次に石鹸をつけるよ。手のひら洗おう、手の甲を洗おう、指の間と爪の中も、親指くるくる、手首でおしまい。水でよく洗い流し、きれいなタオルなどで水をしっかり拭き取ろう。アルコールで消毒したら完璧だよ。上手に手洗いできたかな。歌いながら洗うと楽しくなっちゃうね。うん、手を洗うときはキラキラ星の手洗いの歌を思い浮かべながら洗ってみてね。キラキラリン。じゃあ次はうがいのやり方を説明するよ。うがいのやり方。水で3回うがいするよ。1回目。口の中をきれいにするためにお水で口をゆすぐよ。ほっぺを動かすブクブクうがいで OK だよ。うん、2回目。口の中のお水を吐き出したら、またお水を含んで上を向いて喉を15秒ぐらいガラガラさせるよ。ガラ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 。15秒ガラガラさせたら口の中のお水を吐き出すよ。15秒喉をガラガラさせるの、これをもう1回繰り返すよ。これで3回目。これがうがいのやり方だよ。わーい、綺麗になったよ。ウイルスバイバーイ。ウイルスバイバーイ。綺麗になったね。これで安心してご飯を食べたり、お家の人やお友達とお話しすることができるね。ね、安心だね。うん。外から帰ってきた後、トイレの後、食事の前後など、こまめに手洗いうがいするようにしようね。わかったよ。ピカピカの手、頑張ろう。頑張ろう。みんなの頑張りで、また笑顔のかけらがたまったよ。みんなの元気の栄養になるね。みんなも今日やった手洗いとうがいでウイルスや風邪に負けない強い体作ろうね。うん、バイバーイ。バイバーイ。キラキラリン。リン。じゃあ最後に僕とあっち向いてホイだよ。みんなは指で好きな方向を指さしてね。いくよ。あっち向いてホイ。右だよ。当たったかな？またトゥインクルさんと僕に会いたいお友達はチャンネル登録もよろしくね。次のキラキラのお料理は何かな？じゃあまたね。キラキラリン。